ごっちもちジャパンへようこそ。今日は進撃の巨人の名シーントップ20後編をご紹介します。お前マルコか。このランキングではアニメ界の現代の傑作の一つとなった巨大なシーンを取り上げます。ネタバレにご注意ください。重要なシーンを見逃した場合は下のコメント欄であなたの内なる進撃の巨人を解放してください。ツイッターのアットアッシュジェイボーをフォローして次に見たい進撃の巨人を教えてください。第10位、ヒストリア父を拒絶する。神は人類を導いてくれると。1話で背景キャラから主役級になるなんて。ヒストリアは現状を維持しようとする父親の狂気の計画を拒否し、巨人結成を破壊して父親の背骨を折り、挙句の果てにエレンに男らしくしろと言い放ちました。何が神だ。都合のいい逃げ道作って都合よく人を扇動して。ヒストリアをイーコちゃんから人類が必要とする女王へと成長させた素晴らしいシーンです。最低最悪の超悪い子。第9位、壁を壊す。これが全ての始まりでした。無数の罪なき者を破滅に追いやった超大型巨人の迫り来る非人間的な顔。巨人だ。長年の平和を一撃で打ち砕き川なき巨人はエレンの故郷に何十体もの巨人を送り込んで人々を食い荒らしました。もちろん巨人には仲間がおり、内壁も鎧の巨人とその破壊不能な肩の装甲によって破壊されたのです。第8位、食われたエレン。あの気迫はどこへやら。戦闘と復讐に燃えていたエレンは初めての戦闘でもすぐに戦場に飛び込んでいきました。卒業後、やる気とそこそこの腕前を持ちながら巨人に足をへし折られ、計画通りにはいきません。その意志の強さでアルミンを救えたかもしれませんが、傷ついたエレンは巨人の餌食になってしまいました。無傷で変身した姿にも注目ですが、やはりこちらの方がパンチが効いている気がします。いえ、むしろ噛みつきが効いている。第7位、アルミンかエルヴィンか。あなたはどちらを選びますか。人類に必要なものか、人類にふさわしいものか。巨人結成のサンプルが一つしかない中、リヴァイはどちらを救うか重大な決断を迫られます。この注射はエルヴィンに打つ。頭か心か希望か現実か、どちらかを選ばなければならない道徳的なジレンマが彼らと観客に迫ってきます。先生、エルヴィンに打つつもりでしたが、リヴァイは友人の臨終の言葉によって考えを改め、結局アルミンが超大型巨人の力とともに生き残りました。第6位、ボルダーを持ち上げる。この作品では勝利の瞬間が少ないので、エレンたちが不可能を可能にする勝利の瞬間はいつでも祝福されるべきシーンです。エレン、答えてくれ。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに。巨大化したことで我を忘れていたエレンでしたが、アルミンの一言で正気を取り戻し、トロスト封鎖の任務を遂行します。音楽が盛り上がり、仲間たちの声援が重厚さを増して、攻撃型巨人の象徴である方向が響き渡ります。第5位、リヴァイ VS 獣の巨人。リヴァイの悪の根源がここにあります。
調査兵団の特攻に続き、人類最強の兵士が動き出し、ジークを切り裂くように接近します。ケムクジャラのジークは体格には恵まれているものの、リヴァイの速さと獰猛さには全く歯が立ちません。彼はジークを切り刻み、中にいるクズ野郎を引きずり出して、リヴァイのエレンの特訓を体験することになるのです。さっきは随分と楽しそうだったな。第4位、叫び。このシーンは後になって考えると全く新しい次元のことを思い起こさせますが、たとえエレンの中で自己完結していたとしても、彼の苦悩の一つは母を食った巨人への復讐であり、それを完結させる重要な瞬間であると言えます。カルラ・イーターがカルラ・イエーガーと同じように友人を殺した後、エレンは人生最大の叫び声を上げることしかできませんでした。そうとは知らずに座標が発動すると、周囲の巨人はエレンの意のままになり、巨人の顔から笑顔を引き剥がします。かわいそうなダイナ。第3位、ヒストリアの一撃。ヒストリアが最高であるのは当然ですが、彼女が父親だけでなく初代王を亡き者にしたシーンはまさに記念碑的なものでした。ロッドライズの巨人がエレンに爆薬を大量に突っ込まれて粉々になる中、ヒストリアが巨人のうなじを切り裂いてライズの家長を殺し、壁の向こうの人々に新しい時代をもたらしたのです。私が始めた親子喧嘩なんです。こうして一日で英雄と君主の両方の座を手に入れました。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。第2位、ライナーとベルトルトの正体が明らかに。未だかつてない裏切り。ライナーが発狂した瞬間、自分とベルトルトが鎧の巨人と超大型巨人であることを明かしたやり方は地味に爆弾発言。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつ。そこからは裏切り者の兵士たちがエレンを捕らえようと躍起になります。最も信頼していた2人が共に悲劇を生んだ張本人として追放されるのを目の当たりにした時の衝撃といったら、やはり重厚な巨人同士の対決が待っていました。さすがのエレンもその日はご機嫌斜め。この裏切り者が、1位の発表の前に惜しくもランク外になったシーンをご紹介します。フクロウがグリシャを救う。カルラの死。調査兵団 VS ケニー隊。クーデター。ケニーの死。ただの兄貴だ。ミカサのラストサンダースピア。ライナー出て。1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第1位、エレン、超大型巨人を撃破する。あらゆる巨人を凌駕する水蒸気爆発を起こし、無敵に近いと思われたベルトール型の巨人。よく戦ったよ。雷槍も効かず倒せそうにありません。少なくともアルミンとエレンが過去最大の勝利を収めるまでは。エレンなら海に
りつく。反撃のきっかけを作るために瀕死の重傷を負ったアルミンもさることながら、背後から現れた人間の姿のエレンがアニメにおける究極のサプライズで巨人を倒したことは未だに忘れられません。取った！いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。